ションの中でのゲームです。ボールこぼれ、うまく外したぞ、横パスを入れる、そして出ないスマッシュでシュート、左足でゲットしました。赤嶺今日2点目、3対0、水戸の望みを砕く3点目が入りました。ここも大竹が前で粘って狙い澄まして、ポジショニング固めて赤嶺のシュート。